むしろ喜んで書いてしまったのかもしれない。それに油絵の具だって貴重で、洋画だから油絵の具だから、ね、輸入品だし、キャンバスだってない時にもらえるんだから、そりゃ嬉しいさ、ね、でそういううはうはと思いながらうっかり書いてしまった戦争が、そしたら戦争に負けたから、ね、戦争が書いた人は悪い人と言われてしまった。まあこういうことで、でもこの絵というのを封印するべきではなく再度検証しているという近代美術館の姿勢はなかなかすごいと思いますし、常設展ですから430円ですので、ぜひご覧いただければと思います。さて、美術の話をもう一個したいんですけれども、美術ネタで今結構話題になっている東京都立現代美術館の話というのをどなたかご存知でしょうか。東京都立現代美術館という木場とかにあるんですけども、木場公園にあるんですけど、今大人も子どもも考えるここは誰の場所という、なかなかいい題名の展覧会をやっています。でこれに相田誠さんという現代美術の方がいるんですが、その方が妻であり現代美術家である岡田ひろ子さん、それから息子の虎次郎君、中学2年生 と一緒に出している作品、相田家という名称で出しているんですが、これが神田川から今撤去と、あるいは改変、最悪積み塗りというふうな、要請を受けています。でこれ結構一般記事にもなりまして、まあ、狭い現代美術界では大変な話題に今なっているところなんですけれども、問題視されている作品、一部屋全部この間家が使っていて、大変、今日見てきたんですけれども、すごい賑やかで楽しい部屋になっていたんですが、この中で問題視されているのが、国際会議で演説する日本の首相と名乗る男のビデオ、まあ、いかにも問題視されそうなんですけれども、国際会議で、日本の首相と名乗る男に非常にそっくりに扮装した相田誠氏が、たどたどしい英語で、世界平和のために全ての国は鎖国するべきであるという演説を、なかなかこれがよく聞くといい話で、70年談話はこれにしちゃえばいいんじゃないかと思うような、侵略戦争をしましたとかバリバリ言うんですけれども、そういう作品なんですが、もう一つ問題視されているのが、劇文という、高さ6メートルの布に書かれた筆文字で字が書かれている作品です。劇文って三島由紀夫が自衛隊に行って滑覆するときに出したやつ、過激の劇の三髄じゃなくて偽変になってるやつで、まあ、今日私会場に行ったんですけど、まあ、会場が結構ですね、まあ、盛り上がってというか、別にそういう事情があって見に来たわけではない人たちも、作品が面白いので大変いい雰囲気になっていまして、多分撤去はされないかもしれません。10月12日まで長い期間なんで油断はならないんですけれども、まあ、撤去の方のこう背景というか、美術館というものが今どうなっているかということを、せっかくですので言っておきますと、美術館というものは今、国公立の美術館は指定管理者制度というものになっています。要するに国公立といっても国や都が自前で管理しないで、営利もと他のところが営業としてやってるわけです。で、ここを管理しているのが、東京都歴史文化財団という、まあ、いわゆる外郭団体ですね、天下り団体なんですが、そこの理事が、富士メディアホールディングスの比例会長です。それから東京都現代美術館館長が電通グループの会長です。で、副館長は都庁から出向してきている役人です。本当芸術というものが今もう本当に危機状態にあるんです。で、そこで、でもそれでもアーティストというのは、あるいはこの、まあ、展覧会を企画した学芸員の人、ゲストキュレーターの人と、まあ、館のキュレーターの方と2人でやってるんですけれども、やっぱりここは気概を見せなきゃいかんのですね。気概を見せた結果こういう作品を出すと、出して問題が起こっている。そうなった時にやっぱりみんなが応援してあげないといけないわけですね。で、相田誠さんはこれまでもいろいろ問題とされるたことがありまして、でも彼は芸術を使って政治的アピールをするべきではないと言っています。政治的なアピールのためなんかに芸術あるわけではない。政治的アピールを自分が芸術を使ってやってしまうと、それは逆に例えば政権がそれこそ政策芸術をやることを許すというか、そういった作品なんかを認めてしまうことにもなる。相田さん、戦争画という問題についても結構これまで検証していて、戦争画リターンズといって、そのなぜ有名画家たちは戦争画を描いてしまったのかというようなことを
現代美術の文脈で新しく描き直した絵なんかもあるんですけれども、本当にね、あの芸術というものは弱いので、いかに政治に取り込まれないようにするか、資本に取り込まれないようにするか、現実社会のに取り込まれないようにしながら現実社会の問題というものを描いていくかということを、あの、まあ、相田誠さんを代表として本当に考えさせられることだと思いました。でこの劇文という作品は、相田さんとその妻の岡田さんと息子の虎次郎君、中学生が、まあ、今の教育というか、まあ、中学校とか文部省とかについていろいろ考えたことをお互いにメモを取り合って、文部科学省に物申すというふうに書いて筆文字でガンガン書いているんですけれども、あの本当中学生が政治を語ったっていいじゃないかと、あの政治をアピールする場ではないんです、芸術は。でも中学生の生活の中に政治というのはあって、中学生が毎日、ね、あの大学生が政治のことをわーわー言ってるって言って、新聞とかがすごいねって言うけど、言うのは当たり前なんですよ、自分の生活に直結してることだから。で特に中学生なんてのは文部省ですよね、あのそこの文部省なんてのはもう直結してることなんで、あの彼らの生活なんだと思います。その劇文という文章非常に面白いんですが、まだちょっと書き起こしてないんで、今度書き起こしてあの文科省に言ってやりたいなと、全部本当に読み上げてやりたいようないい文章なんですが、一番いいところだけ今日読みます。役人風情が無限の可能性を持った人の心に介入すんな。大学から哲学を追い出すどころか、中学から道徳を追い出し哲学を教えろ。このようなことが書いてある劇文というのが東京都現代美術館今展示されておりますので、ぜひ皆さん応援に行ってあげてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、ということで、芸術とかアートとかね、起用されるんですよね。うん、まあね、あの、まあ、僕のファンのあのブルース・スミスさん、あもうボンゼウェスというね、あのベトナムの機関兵のどちらかというとアメリカの恨み節を歌ったのに、ロナルド・レーガンに利用されて強い国、あの我々がもうね、私もそういう強い国のアメリカに行きたいみたいな、全然違うメッセージを、でそんなこと言ってねえよっていうあので怒ったんですけどもね。あとね、まあ、今ね、最近では、あの、ポン・シーナリンゴさんがちょっと炎上してますけどね、生で見ましたけれども、ね、まあ、いいんですって、もういろいろね、いろんなことをやってるんですよね。あとね、全然関係ないんですけど、ちょっとスプレースクールしていいですか。あの、今、戦争の話があったんで、ね。ではい、ではね、じゃあ、スプレースクール弾薬は武器だ。弾薬は武器だ。弾薬は武器だ。武器そのもの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 だ。武器を売るな。武器を売るな。Thank you.
ね、ね、あの外務省だけや防衛省だけじゃないです、ね、経産省、ね、人殺しに加担してます、思いっきり。はい、ありがとうございます。それではどなたか、あ、すいません、よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。今日で7月も終わりますが、明日から8月1日なんですけども、明日からですね、まあ該当するというかね、世の中でいらっしゃると思うんですけども、また一つ安倍政権がやった始めた、人の生活を壊す、命をですね、本当軽んじる、ことがね始まるんです。ですね、介護保険が明日から、1割から、ね、2割に上がるんですけども、1割から2割といっても、例えば 10% 上がるとかじゃん、 10% というかね、2倍になるわけなんですね。それはですね、本当に、手押し払っていることにとっては本当にきついことで、その法案というかね、ことも去年、秘密保護法がの裏で閣議決定されていたということがあって、あんまり広く知られていないことで、私も実はですね、姉に聞きまして、2ヶ月ぐらい前に、ちょっと調べたんですよ。やっぱりあんまりネットとかにもそんな出てないし、そんな騒がれてないんですね。それ管轄しているのが厚生労働省で、本当今日月末で明日からね、そういうことが施行されるということで、本当仲間で講義に行こうと思ったんですけども、やっぱなかなかね、そうちょっと 夜に2人で行くのもちょっとね危ないかなと思ったこともあって、もう厚生労働省そこにあるんで、ちょっとここで講義させてもらいます。すいません。でも本当戦後70年で、もう単純にね、戦前、戦中、戦後すぐに、生まれた方は70代、80代、90代の方で、やっぱり、体力的にもね、なかなか厳しい生活を送ってられる方がいて、やっぱ介護が必要な方も非常に多いと思います。実は私の母もそういう立場でして、まあ父がまだ、まあ、両親とも健在なんですけども、そういった費用を払っていたんですけども、もうだから1割負担で本当に安いというか、それでもまあ、お金は払って介護の老人ホームに入っているわけですけども、それがね1対2倍、その他費用を含めると本当3倍近くなってしまうっていうね、本当にもう、人の命をね何だと思ってんだと。本当にそういうことが安倍政権は、もっと安保法案とかね、原発の問題、統治侵攻でいろんなことやってるんですね。もう本当それ本当に許せないことで、なんて言うんだろう、そういったことも、まあ本当に多くのね難題というかが噴出しているので、もう影に隠れてしまっているかもしれないですけど、それも本当にでかい、人が生きていく上では本当に、重要なことだと思います。そうですね、先ほどもね70代80代、まあ、もっとね長生きされる方もいると思いますけども、その方は本当に戦争がね、大東亜戦争でも第二次大戦でも太平洋戦争、いろんな言い方あるかもしれないですけども、その当時に生まれて、いろんな時代を経て、本当に、生き延びてきたという方なのに、そういった仕打ちって感じですよね。本当に鞭打つような感じで、老後の人生をまた搾取というか、まあ、いろんなね要因もあると思います。確かに施設やそういったね介護士さんの給料のこと問題もあると思うんですけども、税金いっぱい払ってると思いますし、
いろんなことに税金が使われてますね、本当。まあ、中央学連の最近のね、国立競技場の問題もそうですし、米軍基地の日本の技術の問題でも何兆円も払っている。それと、米軍にも思いやり予算がいっぱい払ってて、もう本当そんなことではなくて、それと福祉、当然、本当に弱ってるんですけども、社会的にね、弱ってる方にちゃんと税金が回るような、ね、世の中にならないと本当おかしいと思います。本当明日から、施行されちゃうんで、本当手遅れだったかもしれないけども、やっぱりちょっとこういうことはもっと、告発されるべきだと思いますんで、本当ちょっと聞いさせてもらいました。ちょっと時間なかったんであんまり、かっこいいコールできないかもしれないですけども、ちょっと介護保険のことでもコール考えてきたんで、やりますんでよろしくお願いします。で最初はやっぱちょっとワッションからいきましょうか。よろしくお願いします。ワッショイ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 NHK のニュースで昨日取り上げている、なんかおしどりまこさんが
かそれ書いてあったんですけど、なんかよく意味がよくわからなくて。あのね、プールにそのでっかい何百分があって、その下に燃料棒があって、途中で落ちちゃうとそれが壊れちゃうから。燃料棒が壊れちゃう。そう、落ちるとかなり危ない作業だった。そうですよね。なんかそういうことで、私はなりわいを守れ、あ、なりわいを返せ、地域を返せっていう、日本で一番大きな原発裁判の原告に去年の夏になって、でそれまでは割と気にしてたんですけど、福島市民で、まあ、なんか今これからだんだんいろんな被害も出てくるかもしれないし、もう、こういうところに来る人は意識が高いんですけど、他の人はもう福島忘れてるみたいな感じだそうなので、ぜひそうならないようにしたい。ね、地元でもなるべくアイシリーズみたいなかっこいいデモができないかななんて思っているところです。どうも。それじゃあ、ぜひ聞いてもらって、ね、あの、あの替え歌を作ったので、めっちゃ素晴らしいっていうことを皆さんで通っていただきたいと思って。清水がいないんだよね。あの告訴されたのはね。まあいいです。